のひろしじいじ。ひろしじいじが癌で亡くなり、天国に行ってもうすぐ3年。天国。多分。いや、まさか地獄ではないはず。私のことをしょっちゅうからかって泣かせたけど、それ以外はとてもいい人なので、おそらく天国でしょう。いつまでも少年のような人なので、好きな子をいじりたくなっちゃうのかな。ひろしじいじはインド麺を扱う仕事をしていたので、ほとんどインドに行ってたそうです。私が小さい頃の記憶は、じいじと一緒にじいじの愛犬ナビと遊んだり、猫のミュウミュウとサラサを追いかけたり。後で聞いたんですけど、赤ちゃんの頃、よく寝かしつけや離乳食を食べさせたりしてくれていたらしいけど。ありがとね、じいじ。じいじの愛犬、ラブラドールレトリーバーのナビはとてもお利口で、私が何をやっても嫌がらず遊んでくれました。ナビのゲージの中に入って遊んでいると、ナビは悲しそうに外でずっと待っていました。きっと寝床を取られたと思っていたんでしょうね。それでも怒られず、出てくるまでじっと待っていられるなんて、本当にお利口さん。ひろしじいじは日本にいるときはいつもナミと一緒でした。自然豊かなところに住んでいたので、犬友達と毎朝山で遊んでいました。夏には暗いうちに起きて、仕事前なのに川で遊んでいたそうです。ナビは本当に幸せ者です。旅行に行くときは必ず犬が泊まれる宿に行き、ドッグランがあるところへ遊びに行きました。私たちもチワワのコマオも便乗できてラッキーでした。そんな優しいジージですが、お正月はなぜかあのいたずら好きなジージに変貌します。原因はお酒のせいです。とにかくお酒が大好きなジージは、私たちが来るのが嬉しくて我慢しきれず朝からお酒を飲んでしまうのです。私がジージーちゃんとしなきゃダメだよと言うと、ちゃんとしてます、あなたがちゃんとしてくださいと返してきます。私がムカついて、あなたじゃないと言うと、あなたでしょ、あなたはと返してきます。まだ小さかった私が言葉が出なくなってしまって泣いてしまうといったパターン。そうそう、お正月に泊まった時よく泣かされてたな。今なら絶対負けない。まあその後バーバやママにめちゃくちゃ怒られてましたけど、でもそれでジージを嫌いにはなりませんでした。なぜなら次の日、反省していいのかは知らないけど、しょんぼりと肩を落としてテレビを見ている姿を見るからです。その横には慰めるようにナビが寄り添っているのです。これを見るとなんだかかわいそうになってしまうからです。ずるいよ、じいじ。あと、冷蔵庫に大量のアイスが入っていて、それを好きなだけくれるから。ナビとアイスに救われたね。そのナビが病気で亡くなった時、私たちには見せなかったけど、とても悲しかったと思います。いつもじいじと一緒にいたナビ、トイレにまでついていったナビ、怒られてしょんぼりしているじいじを慰めていたナビ、そのナビがいなくなった時、ジージはどんな気持ちだったんだろう。ジージのお家が少しだけ広く感じました。その時です。ミニチュアダックスのチコが来たのは、チコはとてもおてんばな子で家中を駆け回っていました。小さい頃のナノちゃんのいい遊び相手、チコが来たおかげでジージは少しだけ明るくなったような気がしましたが、時々チコを眺めながら寂しそうな仕草をしていました。じいじが癌の治療のために入院退院を繰り返すようになっても、じいじは何も変わりませんでした。痩せ細った体以外は、私たちとゲームをしたり、チコと一緒に遊んだり、夏には朝から庭でビニールプールの準備をしてくれました。自分は辛いはずなのに、本当にさりげなく優しくしてくれました。もちろんお酒を飲むこともやめません。
どこかにお酒を隠していくのでしょうね。その場にいなくなるたんびにテンションが上がっていくのです。その後はいつものくだり、私をいじり始めます。じいじが亡くなったことが未だに信じられません。あまりにもさらっと言ってしまったので、ばあばには本当の姿を見せていたんだと思うけれど、亡くなって病院からお家に帰ってきた時、私はとても不思議な気持ちになり、じいじをペシペシ叩いたり、顔をさすったりつついたりしていると、みんなからびっくりされました。なんだか起きそうなんだよなと私が言うと、その場は大爆笑。なんでだろう。先日バーバと一緒にチコとコマオを連れてじいじのお散歩コースを歩きました。途中山が開けてとても綺麗な景色が広がりました。全体に緑やピンク、黄色などの色とりどりの自然があって、怖いくらい空は大きい。遠くの方には高層ビルがうっすらと見える。穏やかでもあり、背筋が伸びるような気持ちになる不思議な景色。後ろを振り返るとベンチがそこにポツンと置いてありました。ここでじいじとチコは一緒に座って休んでいたそうです。じいじはこの景色を見て何を思ったんだろう。おそらく自分の命があと少しなんだなと分かっていたと思います。一体どんな気持ちだったんだろう。私には想像もつきません。私がおばあちゃんになったら少しは分かるのかな。おばあちゃんになったらここに来よう。